はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。クソレッキ製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ本日なんですが、私はですね思ったんですよ。皆さんが禁止にしてほしいカードいっぱいあると思うんですけど、禁止にしてほしいカードのみをかき集めてデッキ作ったら、これ最強デッキになるんじゃないかなと言ってる意味わかります？そのこれ、あの配信でですね、皆さんからこれどういうカード禁止にしてほしいと思いますかっていう一応アンケート的なやつを取りまして、でそのご意見いただいたカードを全てぶち込んで、作ってきました、このデッキ。はい要はお気持ち表明カードですね、まあ、いわゆるお気持ち表明はこのカード禁止しろって言ってるツイッターとか、いや YouTube のコメント欄とか、まあいろいろあると思うんですけども、そういう意見を集約したりとなってます。はい、皆さんが禁止にしてほしいカードをふんだんに詰め込んだデッキ。要はその禁止にした方がいいカードって強いしキモいから、禁止にしてほしいって言ってると思うんですよね、皆さんね。ってことは逆に言うと、それだけ入れたらさ、めっちゃ強いじゃん、当たり前だけど。これつまりこれ多分ね、理論上最強でいけたもんね、これ。うん、というわけで、早速、史上最強、宇宙最強、理論上最強デッキ、ぶん回していきましょう。デュエル、スタンバイ。さあ、今日はですね、理論上最強デッキを持ってきましたんでね、負けるわけないと思ってます。はい。まあ、なんでかっていうと、これ多分、冒頭のデッキ解説でも説明してんじゃないかなと思ってるんですけど、視聴者の皆さんと一緒にですね、禁止にした方がいいカードっていうのをね、考えたんですね。で、その禁止にした方がいいカードっていうのも、全部ぶち込んで、もう発想がバカなんですけど、発想がバカ、いや、天才とも言えるな。発想が天才とも言えるんだけど、完全にその、禁止にした方がいいカードのみを、デッキに採用した、まあ、最強デッキとなってますんで、まあ、負けるわけないと、はい、思ってます。まあ、とりあえずですね、相手楽園らしいですね。はい。クロゴリュアルビオンからのスプリガンズキット。あー、スキルドレイン欲しかったな。楽園融合、オッケー。いいだろう。楽園融合、いいだろう。これ、センサー万別と、午前試合開いたらワンチャンなんとかなったりしますかね、これ。まあ、一回増殖投げますわ。一旦増殖するし、投げます。これ、本当に海外では禁止ですからね海外環境には存在していない増殖する G というまあカードなんで、まあ理論的には禁止した方がいいと言えなくもない。ルベリオンとアルバスの楽園でアルビオンが出てくると、でアルビオン効果、ちょっと待ってくださいね。これは、何これ、どうすればいいのこれ分かんねえ。閉塞型あんまり使わねえから、デッキ。これセンサー開いたらさ、センサーと午前開いたらさ、なんか、縛れたりする。お互いのフィールド上に1種類の属性のモンスターしか入れませんよ。で、同じ種族は1種類までにしてくださいよ。これドラゴン族出てこないですよね、多分。アルビオンで、だからその、何あいつ、ひたすらにさ、こっちのカード割ってくるモンスターいいんじゃん。フュリアス、フュリアスとか出てこないですよね、これ多分。あれ出てくるんでしたっけ、アルビオンとアルバス。あれ、あ、スプリントか。あ、機械族ねやべえ、あ、俺のセンサー、あー、貴様、許さねえ、絶対に許さねえ、虫けらが。でもこれ普通に現在法スネークアイ、まあまあ強いな。現在法スネークアイでちょっと、スプリンドは押し込まないとお話にならないんですけども、やばい、ちょっと手札誘発しか来ねえ助けてくれ、ドロー。あ、白雪、まあまあまあ悪くないな、悪くはない。ちょっと一回さすがに押し込むわ。スプリンドはね、ちょっと毎ターン毎ターンこっちの縦列破壊してきてマジで終わってるから、こっちこうしまして、よしよしよし、押し込んでいく、押し込んでいく。いや、ニビル刺さんねえんだよな、あんまり。あのデッキ5回特殊がそんなにね、するデッキじゃないんで、なんか割と4回とか3回くらいで妨害作ってくるみたいなデッキなんで、まあ、一旦ちょっとこれで、これもうなんかセットエンドか。なんか相手あれだよな、何その
群雄割拠と御前試合で縛り付けた方がいいよ、これ。はい。これで1種類の種族でしか無理、あと1種類の属性しか無理にして、これで、まあ、だいぶきよ、獣族しか出せないみたいな状況になったら結構熱くね、多分。これだいぶ熱いだろう。白の楽園。これ群雄割拠して、これ群雄割拠したら、もうこれ獣族しか出せないよね。獣族しか出せない。これ最強。これ来たか、これ。来たか、待って。あれ待って。獣族融合やばいな。あやばい、助けて、あーあああちょ、楽園強すぎだってふざけんなよ、お、楽園強すぎるわ、ちょ、無理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 、勝てん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 、これ勝てなすぎるわ、いや、午前試合なんだ、午前試合の方、あ、そう、なんか群雄割拠はいいの、群雄割拠はもう獣族しか出せんくなるみたいな話です、ですけど、あのデッキってもうだって獣族いましたっけ、獣族いないんじゃないか疑惑あるよね、これ。うわー、楽園融合開始されていく、まあ、でも楽園融合で獣族は多分出てこれないと思うんだよな。バトル、はい、白雪ぶっ殺されました、普通にピンチです、あ、やばい、理論上最強デッキ普通にピンチを迎えている件について、やばいあと手札2枚めっちゃ腐ってる、永続トラップのせいであの右側の隕石めっちゃ腐ってる、ちょっと助けてくれ、ドロー、あー、いやー、うん、ワンチャンのか、白雪を蘇生し1、2、3、4、5、いやー、1枚足んねえ、1枚足んないやん、1枚っていうか、まあ、無限にカード足んねえな、これこれさ、これ月神の盾を1、2、3、4、5、そうだね、1枚、1、2、3、4、5、6、7、8枚しかないから1枚除外して、うわ、5000、群雄割拠とさ月神と白雪あったらワンチャンあったかもしんないのにさいや、これきついな、どうしよう、やべ、鬼きつい、マジでやばい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 よ、助けて助けてください、お母さん、もうコストがありません、コストがありません、いや、もう月神とか、いや、これ月神あったところで意味ないか、これだからこうだな、もうちょっとさデッキトップでかけるしかなくない、これこれちょっとこれ、いやー、こっちな、こうだな、これ7枚除外してで白雪壁にしてで殴られて、これビーステッドされたの、ちなみに、あ、ビーステッドされねえか、フリーチェーンじゃねえもんね、今俺にモンスターいねえから、でこれ殴ってくる、で一応耐久する、頼む、ちょ、なんか神カード引け、ちょ、神カードって何超古代生物の墓場みたいなカード引いたらワンチャンある、平和ロッシャー、あれワンチャンじゃん、これこれワンチャンあるだろ、これワンチャンある、生きた、あと23ターン耐えて勝ちとかある、23回攻撃耐え続けて勝ちとかあるなんだそのうんこみたいなデッキ、ワンチャンあるか、あっ何、あやばい、10種類の種族のモンスターだけで頼むわ、アルバスの楽園とカルテシアでアルビオン、1種類の種族のモンスターだけでお願いしますっていう話で、アルビオン効果、え、ちょっと待って、1種類の種族のモンスターだけだから、これドラゴン族だったら出てこれる、ドラゴン族だったら出てこれる、まずくねやばいやばいやばい、え、ドラゴン族出てくるのこれ、あ、あブリヤッケークソガークソガー、うわー、割とゴミカード引いてはいるが、割とゴミカード引いてはいるぞ、割とゴミカード引いてはいる、ちょっと待って、これ上限出すかどうか問題だな、上限守れねえんだよなこれ、
上限守れねえな。ちょっとネクロバレーだけ貼るか。ネクロバレー貼ります。まあでも、これしょうがないよね。でも出さないと。展開されるしな。出さなかったら出さなかったら展開される。蒸気モンスターデッキだったら超古代生物の墓場ワンチャン刺さるんだけどな。まあでもそもそも特殊召喚できないから蒸気モンスター出てこねえか。あー、普通にやばい。もうすでにやばい。すでにやばいです。次元衝撃も刺さんで、あのデッキ。やべえ。ちょっと助けて。ガチでやばいこと来てる。ヘビーボーガーはもうしょうがねえか。ヘビーボーガーは出てこれねえ。ただ普通にラゼンで、もう縦列破壊。キモ。逃げろ上限上限上限あ上限さ、打点低すぎなんですよね、そもそも。殴られただけで死ぬし。なんなら。上限さ、いやこれ上限さ、これ取っといたらよかったから。ちょ、わかんないっす、これ。ちょ、このデッキプレイングわかんなすぎ問題。次元衝撃刺さんなすぎ問題。はい。1800ビートが始まっていく。まあ、1800ビートは受けましょう。まあ、全然なんとかなりますよ。1800ビートごときであれば。まあ、言うてね、多分リンクされてみたいな。あ、でも、あれか、これネクロバレーで回収できるの強くねえか、これ。ネクロバレーで一応、その、ラゼンは墓地からは回収できないし、まあ、刺さってないくはないか。刺さってなくはないって、なくはないけど、ただちょっとあれですね、あの普通に6番騎士の効果で出てから出てきちゃうんで、なんでリンクモンスターなんだよ、ふざけんなよ。次元衝撃とかいうゴミカードさ、もうなんか最近刺さんねえんだよな。あのスネークアイ環境すぎて、まあ、バンキッシュソウルにも刺さんねえんだけど、当たり前に1500ダメージ、やばい、これ無限1500ダメージ変で死ぬんだけど、これマジで無限。あ、これあれか、先にこれあれだった、間違えた。これ超古代生物の墓場あれか、セットしとかないといけないのか。うわ、何そんなセットするかなんの。その時そんなにセットするかなりましたっけ。ちょ、マジでなんか奇跡起きよう。あ、神戦、うわ、まあでもとりあえずちょっと一回バーンダメージだけは本当にキモいから、これ一回リリースしよう。で、ガメちゃん出てきて、オッケー、よし、いいぞよしよしよし。でカード一応セットしてエンドするしかねえ。頑張れなんだこの、なんだこのゴミデッキ、なんだこのゴミデッキ。6番騎士は効果いいだろう、自分の墓地から。ああ、墓地からは食らえないからね。来た来た来た、いやこれ刺さってるぞ。ちょっとだけネクロバレーワンチャンあるか。これで超古代生物の墓場一応開けば攻撃ができないくなる。画面シエルはね、まあちょっと何いるか。あ、オッケーオッケーオッケー、来た。バトルフェイズで、これ超古代生物の墓場開く。これでレベル6以上のモンスター攻撃宣言できないし、効果発動できないよみたいな効果になる。これ耐えた、結構。これに、画面シエル君は、耐久、あ、攻撃できないから、実質、置物みたいな感じだな、これ。いや、ワンチャンあるぞ、ワンチャンある。いや、いける。まだ俺は参る。ドロー。拮抗勝負おっせおっせえな。まあエンドするしかないか。ちょっと超古代生物の墓場を破壊しようとしてきたモンスターを神戦すればいいんだね。ちなみに私はそれの、あの勝ち筋が残されてるんで、ちょっとラゼンを一生無効化し続ければワンチャンある説ある。これ結構ね、効果発動できない結構辛いと思うんだよね。効果発動できず攻撃ね。あ、これ無理無理。よし、これでラゼン2体、あと1体だな。ラゼンあと1体勝利できればワンチャンあるぞ。あとは相手結構、あの、でかいモンスターしかいなかったら。いや、でも下級いるか。下級いるな。下級いるわ、なんか、あの、なんか魔法トラップ破壊してくるみたいなやつとかいるわ、普通に。いや、ちょっとマジで、多分なんか、あ、結界ぞ。炎、弱い。炎の結界像弱すぎだろ。ふざけんな。ちなみに結界像全種類入ってます、このデッキ。はい、結界像は全種類入ってます。一旦ロックオブバンキッシャーだけちょっと殴っとくわ。まあ、ちょっとアドバンテージ稼がれる可能性あるからな。はい、ロックオブバンキッシャーかまして結界像、せめて結界像はさ、炎以外であれ。このデッキは何が一番いいかな。光とかかな。光結界像とかがいいんじゃないかな。バンキッシュソウルに相手には多分なんかほぼ
光属性のモンスターいないと思うんですけど、いやーこれちょきついな。ラゼン引かれた瞬間やばいぞ。あ、それもやばいわ。なんで結界像なんだよ。炎のなんでよりによって炎なんだよ。クソが、弱すぎるだろこのデッキ。どうなってんだ。どうもすいませんでした。ちょっと反応強そうじゃねこれ。まあまあ反応強そうで草なんだけど、クシャトリアユニコーンの効果起動で、クシャトリアバース持ってくる。オッケー、相手言うはずないぞ。モルガナイト発動、モルガナイト発動、雷陽召喚。いや、これアドバンスした方が強くね。バニティールーラー爆弾させたら勝てる説あるのこれ。これワンチャンあるぞ。マジで。クソ強いかもしれん。もしかしたらバニティールーラー、相手だけ特殊召喚封じ。で、クシャトリラバース。相手だけ虚無空間です、これ。で、クシャトリラバースでユニコーン蘇生。やべ、強え。これワンチャン勝てるんじゃね。これさすがに言ったろ。これワンチャンサレンダーまである。来たかもしれん。もしかしたら神。あなんでだよ、なんでなんだ。ヌメロンネットワークだと。やばい、死ぬ。ちょっと待ってくれ。てかヌメロンめちゃくちゃ久しぶりだった。やばい、普通にヌメロンはやばいわ。やばい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 、ちょっと助けて助けて助けて。ゲートオブヌメロンがいっぱい出てきちゃった。やばい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 、全部光属性だ。まずい、午前試合何も刺さらねえ。あー頼む、1種類の出力だけで。あ、ちょっと待ってくれって。今の動きしても勝ってないのこれ。